皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。無農薬なら転着剤ではなくこれを使うべしということでございまして、いきなりですがあなた間違っていませんか？転着剤ノリかなんかだと思っていませんでしょうか？転着剤はノリではありませんよ。転着剤は農薬登録されています。まあ粘着性があるのでノリ的側面も持っているのですけれども、はっきり言ってですね、 100% 化学薬品でございます。わしが以前アップしたストチューの動画でですね、使っていると雨には流されるとかね、2、3日で効果がなくなる、なんて申しましたけれども、その時ですね、粘着剤を使えばいいんじゃないかっていうね、コメントをいただくわけです。それもね、結構少なからずいただくので、おそらく粘着剤をノリかなんかと勘違いされているのではないかと思いまして、今回の動画でございます。よって、ちょっと少しですね、粘着剤のことをおさらいしてから、さらには粘着剤に代わるこの天然のね、素晴らしい素材があるので紹介してみたいと思います。農薬を普通に使うなら市販の粘着剤も普通に使えますね。無農薬や手作り天然農薬を使うなら天然の粘着剤にするべきです。まず粘着剤とは何ぞや、農薬に添加し農薬効果を最大限に引き出す、とても優秀な化学薬品の化学薬剤のことでございます。粘着剤の主成分の大部分は界面活性剤ですね。表面張力を下げる効果が著しく高く、水をはじく作物や病害虫に対して浸透するわけですね。細胞膜に吸着し、薬液の浸透を高め、防除や殺菌効果を向上させる。植物や生物、害虫は細胞からできております。それは、俺じゃなく我々、人間も同じ細胞からできております。生きとし生けるものは細胞の集合体なのです。粘着剤の界面活性作用は細胞壁に働きかけ、アニオン界面活性やカチオン界面活性などの難しいのでね、これやめときますけれども、細胞収縮や細胞の弛緩ねなどを起こし、化学的に起こすわけですね。それをで細胞配列の隙間を拡張させたり、はたまた細胞壁のバリアを薄くしですね、薬剤を浸透させるというね、ありとあらゆる化学作用によりましてですね、この農薬を効率よく細胞内に、いわば体内にですね、効率的に送り込むようかね、そういう設計をされている薬品なのでございます。これにより、雨や水に流されることもなく、日時が経過しても薬効が体内に残留するというわけですね。ノリと勘違い、されている固着作用においてはですね、パラフィンやポリオキシエチレン樹脂酸エステル言われたで、というややこしい薬品が使われています。それでですね、また粘着剤なら、どれでも同じかということはなくですね、農薬登録により適用作物や、適用農薬名が限られております。粘着剤の加用により薬剤が出やすい農薬もあるので、もし使うなら説明書をちゃんと読んでから使ってください。粘着剤のおさらいをしましたので、ここからですよ。ここから画期的天然自然粘着剤のお話に移ります。本題に突入いたします。粘着剤の主目的は界面活性作用と申しましたけれども、水と油が混和できれば界面活性できたということですね。水をはじく葉や茎にも浸透させることができます。それは何か、いきなりネタバレします。レシチンでございます。卵の黄身が水と油を混ぜる働きは、この卵のね、卵黄に含まれるレシチンによるものですね。しかし卵黄は賞味期限が、短い早い、保存が大の苦手でございます。
そこで、着目いたしましたのがですね、こちらのレシチン、じゃがじゃん、大豆レシチンパウダータイプ。大豆からレシチンのみを抽出した、これはね、健康食品としてね、売られているものなんですよ。食品です。人が食べるためのものです。だから海面活性やったら、石鹸や洗剤も使えるんちゃうのんということですけれども、ま、洗剤をね食べる野菜にかけるっていうのはちょっとね気が引けてしまう。だからこの大豆レシチン、食品産業では乳化剤として、ね、広く使われております。食品の質感や安定性を向上させるわけですね。チョコレートなどのね食品加工によく使われているんですよ。今ね水と油を混ぜてみました。なんぼ振ってもね一瞬混ざったような気がします。でも瞬く間に分離いたします。じゃあねここに大豆レシチンを加えてみますね。コレステロールゼロって書いてますわ。これねむちゃ嬉しいですね。スプーン3分の1で 1g 程度かな。これぐらいをねほろっと入れてみて、キャップを閉めて水と油をよく、よくよくシェイクシェイクします。振って振って振りまくります。ガーッと、はい、これ乳化って言うんですけどね、泡立ちますが分離の兆候はありません。しばらくね置いときますわ。で、はい、15分ほど経過いたしましたが、水と油は分離していません。海面活性しております。ご覧のようにレシチンを加えることでですね海面活性作用が、起こってですね水と油が混ざったということですね。じゃあ伝説の和紙製作の安尾酢ですね。安尾酢をね浸透性安尾酢にしてみたいと思います。これ原液なんでね薄めてから、レシチンは人間の体内にも広く分布しておりまして細胞膜の構成要素で重要な役割があるんですよ。細胞膜の柔軟性や透過性を維持し細胞内外の物質の交換を可能にいたします。脂肪の分解と乳化を助ける役割を持ち合わせ消化吸収が改善され、養分がですね効率的に体内に取り込まれると。くっさいくっさい酢途中にも野菜にこうギャッと浸透させたのかとね。この人懐っこしたニンニク臭がこれえぐいわ。500倍以上で薄めて使います。大豆レシチンを入れてですね、これね購入したレシチンは健康食品でございましたのでですね、人間がこれ摂取すればですね、幹細胞の代謝促進でしょでですね胆汁の乳化による栄養吸収の向上で、神経伝達物質の前駆体に関連してですね認知機能が改善されるという期待も持たれておるわけですね。脂肪の代謝や、排泄を助け血糖値とかねあとまたダイエットにもね役立つというでさらにはですね肝機能の向上なんていうのもね言われてますね。素晴らしいですね。野菜や植物の細胞内に天然自然由来の手作り栄養液や病気害虫防除液がですねじんわりじんわり、染み込んでくれるので成分が雨や水で流されたりするそんな心配がなくなるということはないかもしれないけど何もしないよりはマシ緩和されるというわけですね。ただ酢や焼酎や唐辛子やニンニクエキスがですねこの野菜の内部に浸透して取り込まれるとこれは結果どうなるのかそこはあくまで自己責任でお願いいたします。ということで今回は天然自然由来の転着剤ですね大豆レシチンを紹介させていただきました。ということでいかがでしたでしょうか。お役に立つことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。